ナッソー襲撃はスペイン継承戦争中の1703年10月に行われたフランスとスペインの詩人によるニュープロビデンス島への襲撃。襲撃はフランスとスペインの勝利に終わり、ナッソーが短期間占領された後に破壊された。ブラスモレノデモンドラゴンとクロードルシェネへ率いる、この襲撃は英領バハマの首都ナッソーへの攻撃に集中、その占領はすぐに成功した。 ナッソーは略奪された後、火が放たれた。ナッソーの要塞は解体され、イングランドのナッソー総督とイングランド兵は全員捕虜になった。翌年に就任した総督サー・エドワード・バーチはほぼ廃墟と化したナッソーに取り乱し、数ヶ月後に委任状を開けることなく帰国した。サンティアーゴ・デ・クーバとサンドマ植民地の首脳部はナッソーを目の上の単コ部とみなし、 1703年10月に、スペイン兵士とフランスのバッカニアを、フリゲート2隻に乗せて、ナッソーへ派遣した。彼らは、ナッソーで100人以上を、殺害、80から100人を捕虜にし、大砲22門を六角、要塞を破壊した後、捕虜と打破した船13隻を、戦利品として、サンティアーゴでクーバへ連れて戻った。捕虜には、 ナッソー総督のエリス・ライトウッドも含まれた。イングランド人住民は危険が去るまで森に隠れたが、いざ戻ると島全体が廃墟とかしたため、他の集落へ移住した。イングランドはニュープロビデンス島での出来事を帰りず、襲撃について全く知らなかった。ナッソー総督の公認としてエドワード・バーチが任命されたが、彼がナッソーに到着した時には、 それが放棄された後であったため、彼は委任状を開けることなく帰国せざるを得なかった。襲撃は1706年に再度行われ、その結果としてニュープロビデンス島に残ったのは間に合わせの家に住む27世帯のみとなった。500人に満たない住民はその後も襲撃に悩まされ、貿易も減少、イングランドからの公認の総督や他の援助もなかった。バーチは住民が 裸を遮蔽する服もないのを見ると、委任状も開けずに去った。1686年に、バハマに来て、植民地政府に就職したジョン・グレイブズは1706年に、ニュープロビデンス島の残り少ない生還者が、小さな家に住み、襲撃されたら、森で身を守ると記述した。ありがとうございます。